Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Takuji to aruku 25分。大きく右カーブを切っております。右カーブを切っておりまして、花畑園芸公園、あ、結構歩いてきましたね。あ、でその道を挟んで向こうはヒバルの運動公園です。苔無体池の橋ですか。苔無体池という池の上に今いるんですか、私たちは。え、ここ池なの、ね、あ、思い出した。あのね、花畑園芸公園の中にはニュートンのリンゴの木っていうのが昔はありました。万有引力を発見したと言われるリンゴの木を接ぎ木したものの子孫ですね。え、本当に？そうです。そういうもう疑いを持っちゃいけません。もうこれはニュートンのあの万有引力のリンゴの木の子孫だっていうふうに思い込んで。行き先も目的も決めず、坂口拓司さんの気の向くままに歩く25分間、拓司と歩く25分。何を見つけ、何を話し、誰と出会うんでしょう。さあ、今朝も拓司さんのお散歩についていってみましょう。はい、おはようございます。坂口拓司です。おはようございます、勝木かなです。この番組はリサーチなし、打ち合わせなし、台本なし、インタビューなし、グルメリポートなし、編集なし、反省会なし、予算なし、8つのなしでお送りしております。拓司と歩く25分、今日は福岡市南区の、柏原交差点につきまして、ぬかつか川にかかる万所橋を渡ってですね、西鉄の、バスの大木戸のバス停過ぎたあたりを、歩いております。はい、いやね、もう随分先ですね、4周目になりましたね。そうですね。はい、どこから歩き始めたかというと野間大池です。野間大池公園、それから柳河内、皿山、1丁目、3丁目、4丁目、それから福岡都市高速道路の5号線をくぐって、自動車運転免許試験場の横を通ってですね、花畑、それから、柏原、古野と来まして、この大木戸過ぎたあたりなんですけども、いやいや、少し向こうにこれ日川なんですけれども、川が見えますね。はい、はい、川はだからすぐ横ではありませんで、お家を挟んで向こう側にちょっとかすかに見えるっていうような感じです。ただ川の幅は相当広いみたいで、ちゃんとあの立派な橋が架けられております。お寿司屋さんの前を通ってまだ進んでいくわけですけれども、油山は左手の方にこう高くそびえておりますけれども、はい、今日はお天気が良くて、ね、あったかいですよね。この前とは打って変わって、本当にこの前結構寒かったよ ね、 ね、なんかちょっと早く切り上げて帰りたいな帰りたいなと思いながらなんかリポートしておりましたけど、今日は全然、はい、もうダウンも脱いで、私も上着着てないです。あら、フリースも着てませんし、はい、でもセーター1枚ですよ、私。そうそうそう、なんか春のようなポカポカな感じですよね。今年の夏っていうか今年の冬は暖冬っていうふうに言われてますが、どうなるんでしょうかね。あまり暖冬すぎるとね、例えばあのスキー場の経営とかまずくなりますし、この雪降りすぎてもね、またはそのせなんなんえっ、ー、とせなんだっけ、除雪
除雪がこれが無面難しくなって、まあ、諸外国はすごい豪雪になってるっていう風なニュースも伝えられております。日本の冬はどうなるのか、そんな話をしながら、道を進んでるんですけれども、標識が出てまいりまして、油山牧場がまっすぐ、花畑園芸公園がまっすぐ、橿原中央公園は左手ということですね。でね、先週でしたっけ、橿原なのか橿原なのかっていう、はい、あのね、いろいろ調べてると私たち人は橿原橿原っていう風にダブルで発音してるんですけども、はい、なんかいろいろそのなんていうか行政とか自治体のものは原になってるんですよ、エッチになってるんですよ、どっちっていう、分かりませんね、分かんない状況が続いております。市道の北側は、橿原5丁目で、ここの南側は橿原4丁目というエリアになります。白陵高校の入り口の信号ですね。白陵高校ってあの若い高校ですよね、できたばっかりっていうか、あの歴史が浅いっていうか、昭和58年に、できた新設校です。あ、歩車分離信号、この規模の交差点でも歩車分離になるんだ。白陵高校ずっと左側にあります、奥の方ですね。1983年にできた、県立高校です。全国的にも珍しくて、環境科学科っていうコースがあって、有名なのは、部活で有名なのはあのアーチリーブですね、はい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 、優秀で す, ます、ね。写真部とかね、美術部も、とても元気がいいっていう、だから各種コンクールとかコンテスト上位入賞するっていうことでしょ。でここの交差点過ぎたところから左に曲がっていくと油山牧場と、最近新しくなりましたからね、はい、なんか綺麗になってるみたいですね。若い家族ね、小さなお子さん連れの若い家族とかカップルがよく行くという、なんかスノーピーク、うん、キャンプのその用品のメーカー、はい、が入ってる。ああ、そうですか。だからいろんなものがね、こう垢抜けてるっていうか、ああちょっと運営をそういう会社に任せた方がうまくいく面っていうのもあるんでしょうね。柏原、あの佐賀の武雄の図書館って行ったことある？私行ったことないんですよ。ツタヤが運営してて。あ、運営自体がそうなんですか？そうなんですよ。だからね、ものすごく垢抜けて、まあ、当然コーヒーも飲めるんですけども、ええ、そうですか。これからこのカーブを右に曲がって川を渡ってちょっと登っていく形ですけれども、橿原、これは小学校、川の向こうはですね、この川は先ほど遠くに眺めていた日がでしょうね、書いてありますね。この欄干はちょっとお金かかっ てかなり昔の神社のこう様式の朱色のね橋でございます。橋の大きさで言えば20メートルちょっとぐらいの大きな橋ですけれども、そのもうすぐ横に橿原小学校の校門があると。あ、埋め込みのこの看板でありまして、立派な、綺麗ですね。やり直したっていうかばっかりかなこれね。福岡県の西方沖地震の時に耐震の強度などを調べて、あの時に補修に入ってますから、かなり古い学校でも新しく見えるように今なってるんですね。橿原小学校を右の奥に見ながらまだまだ歩いていきます。やや丘丘陵状のところを登っていっている形ですね。これはあのイチョウの葉っぱね、滑るんですよ。気をつけてくださいね。綺麗ですけどね、絨毯みたい。そうなんですよ。知ってます？イチョウの葉っぱって昔漢方薬で使われてたって。そうなんですか？そうなんですよ。やはり勢い、樹勢が強いですから、
すごいですよね、生命力というか。だいたい街路樹に採用されてますが、福岡市の場合はもうなんというか、銀杏がバンバン落ちてますし、まあね、その匂いも、まあ、味の美味しさもいろいろありますけれども、排ガスでも負けないっていう、ね、強いですね。羽黒神社参道というのは神社があるんだ、この左側に。へえ、私はまだ一度もこれは参拝したことはないんです。どうも羽黒神社まで、距離がありそうなので、このまま道を歩いていくことにいたします。考えたらね、このタクシーと歩く25分、2年半になりますか。だいたいそのそばにあった神社とか仏閣はお参りしてますよね。もう寄れるだけ寄ってます。寄れるだけ寄ってるって。見つけたら見つけただけ、なんかすがりたいような気持ちになって、ね、それで時間稼ぎもありましたそうそう、尺もね取れますからね。あ、ここで1分尺が取れるとか、いろいろずるいこと考えながらやってますけど、まあね、挨拶がてらっていうか挨拶して通りたいっていうのがあって、そうかな。さっき言いましたように、郵便番号も貸し払いになってるんですよ、エッジでね。どうなんですかね、大きく右カーブを切っております。右カーブを切っておりまして、花畑園芸公園、花とフルーツ看板出てまいりました。花畑園芸公園か。あ、結構歩いてきましたね。あ、でその道を挟んで向こうはヒバルの運動公園です。はい、はい、ヒバルの運動公園、昔早朝野球をしてた時代がありまして。あ、そうですか。 RKB 毎日放送チームがありましたね、アナダズっていうチームがあって。古い話で恐縮ですけれども、ピッチャーは中村元樹さん。もうみんな喋る、ね、みんなヤジ飛ばす、大変でしたね。一応定期戦が KBC 九州朝日放送なんですけれど、どちら強かったんですか。いや、もう五分五分ぐらい。どこどこ。え、いや、まあ本当はね KBC が強かったりもしましたけれども。じゃあ花を持たせてもらったりなんかして。そうそう、そうなんですよ。はい。もうね、中村元樹さんの直球もね。もう3イニング目ぐらいからお辞儀し始めるっていう仕方ありませんね。まあ、あの年代っていうのはとにかく野球大好きですから、もう私の下ぐらいからは野球興味ないんですよ。実質的にはそうですね、やってる人間違いますけれどもね、会社辞めてしまいました佐藤匠みたいに本気でやってたら、苔無体系の橋ですか、苔無体池という池の上に今いるんですか、私たちは。見えないですね。え、そうですか。ね、花畑園芸公園とか、なんかヒバル運動公園の話をしている間に、え、ここ池なの。もともと池だった。あ、なるほどね。橋の名前だけに。だって右はまだ、これ住宅地ですよ。で、住宅地の合間に、これ、家庭菜園的な立派な、これあれだね、プロの人が作ってるね。これ畝の作り方が違いますね。だから元農家の今は一般住宅になっている方が、まあ昔取った杵塚で作ってらっしゃるっていう、すごいね、プロっぽい。生け垣も綺麗に手入れされて、もう見るからにえお金持ちって感じそうですよね、いやらしい、いやらしいですね本当に、ね、車もほらすごいもん、うわっ、あ、ね、もう分かりますよねこの辺りはね。花畑の園芸公園の説明しておきますと、さっきね、昭和59年、1984年にですね、福岡県の園芸試験場の跡地を、都市公園として整備したものでありまして、14.7 ヘクタールもあります。一度ね、うちの子供連れて行って迷子になりかけたことがありました。87種類
1300本の果樹を育てております。果物ですね、温州みかんとか万平油とか柑橘類は結構充実してたというふうに私記憶しております。梨とかね、桃とか栗とかキウイもありましたね。キウイって見たことあります？なってるのは見たことないです。もうね、もじゃもじゃですよ。え、どういうことですか？毛がもうすごいんですよ。で、それを毛をむしったものがスーパーマーケット店頭にあるんです。ショックもじゃもじゃなんですか、いやいや、一度ね、ここに園芸公園に見に来てくださいよ。本当ですね。あとね、アーモンドとかね、くるみもありました。だからあのお子さんの勉強にはなります。本当ですね。あ、小鳩保育園、これまた保育園っぽくない保育園でございまして、おしゃれですよ。え、大規模ですねいやーすごいですね。なんか私立の小学校ぐらいのなんかサイズがある保育園ですね。ひばる運動公園前のバス停を今通り過ぎます。この左側ずっと運動公園ですよ。大きいな。大きいでしょ。あ、思い出した。あのね、花畑園芸公園の中にはニュートンのリンゴの木っていうのが昔はありました。今あるかどうか分かりませんけれども、あのニュートンが万有引力を発見したと言われるリンゴの木を接ぎ木したものの子孫ですね。え、本当に？そうです。もうね、すごい。そういうもう疑いを持っちゃいけませんもうこれはニュートンのあの万有引力のリンゴの木の子孫だっていうふうに思い込んで、そうですよ、疑いの目を持っちゃいけません。そんな濁ったね、歪んだ姿勢を持っちゃいけませんから。すごい。でも、うん、だからあの市の施設ですから利用してください、ね、利用なさい出る方はね。もうその思い出話はいろいろありますけれども、運動公園の話はね、だからそのアナーズっていうのが、みんなあの中高年になってましたんで、怪我人が続出しまして、あの活動ほぼ中止、停止になったんです、ね、放送に万が一穴を開けることがあってはね。はい、脱臼まではしませんけどね、足くじいたりね、肉離れ多かったですよね。1980年代、まあ、後半ぐらいからもうほぼ活動停止状態になりましたね。今どうなってるんでしょうか、うん、活動してないですよ ね。もうユニフォームもね入らなくなりますから、サイズが、時折あのプロ野球の OB たちがチーム作って出てくるじゃないですか、はいはい、現役時代の体型とはもう全然違う体型で驚きますよね。まああんな感じで野球してたらいいですよね。そうです、うん、人様に適当に迷惑かけながらスポーツやるのは楽しいございます、はい。まだまっすぐです。この辺りは整備されてますから、道路がまっすぐですね。はい、このね木の向こう側に立派な野球場があるんですけれども、ちゃんとしたサイズの両翼が98メーターでセンター方向122メーターっていうナイターの設備もある。だからまだ早朝野球とかしてらっしゃるとかね、アマチュアの方とか、まあ、中学校高校の練習試合なども行われているようなところですけれども、はい、いいグラウンドですよ、はい。そしてここは名前のない信号交差点ですね。まっすぐここも進んでいくことにいたします。はい、今度は丘陵から下りに入ってまいりまして、歩くのがすごく楽になり始めました。楽ちんですね、はい。もう車の通りはほとんどありません。昔この辺りはですね、うねってる道ばっかりで、はい、あのなぜかというと、もうちょっと行くとあのヒバルっていう地名の辺りになるんですけれども、ヒノキの原っぱと書いてヒバル、はい、大体日本各地このヒノキの原っぱと書かれるところはあの山の深いところなんですね。ヒノキがこういっぱい育ってるようなところですから、はい。バス停はコットンヒルズヒバル公園通り前。そうですね、だからこの住宅地の名前を冠に
つけているっていうバス停ですね。で、普通に読んだらこのヒノキの原っぱ、ヒバラですけれども、ヒバルだから、あのね、九州北部は外国文化の影響を受けているところが多いので、春、原の字を春と読んで、ヒバルっていうふうに読むわけですけれども、この辺り有名なあのヒバル桜の話知ってますよね。知ってますよ。知ってますよね。ヒバルの桜公園の話はね、何でしたっけ。だからその昔ね、桜の木が切られそうになって、道路の拡幅工事、さっきのあのうねうねの道から始まるわけですけれども、はい、あの広くてまっすぐな道整備しようっていうんで、はい、その7本あった桜の1本を切った時に、あの短冊というか色紙を桜の木にかけまして、それを読んだ当時の新藤一馬市長が、はい、ああこれは残さんといかんじゃないかっていうような検討をしてくれて、工事が一部変更になって、だから、6本の桜が残ったのかな。でその桜、ひばる桜公園という公園になって、今も市民の憩いの場になっているっていう。そう、お、はい、なりました。そうですか。今はどこかな、これはひばるの住宅街の中であります。名前は分かりません、うん、公園通りというふうに名前つけられてます ね。この公園通りはその公園通りじゃないかって勝手に思いたいんですけれども、さあどうなんでしょうか。ちょっと朽ちてますね、この標識が ね。よくは分かりません。ここはどこ、ここはどこ、信号も名前がない。あのヒバルの丘陵の下ったところの左カーブの手前です。今日はね、それでお許しいただきたい。分かりにくい、はい、では歩数、2018歩、大歩いてますね。2018、はい、距離が1キロと370メートル、1キロ317、うん、おお、カロリーが 80.9 キロカロリー、80.9、今日いつもよりいってますね。下り坂だったから、あ、歩数もねあったのかもしれませんね。タクジと歩く25分、今週はこの辺で、はい。歩く25分、今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.